さあ両チームの選手たちが入場してまいりました。ホームの徳島は青のシャツ、今日はキャプテンの岩尾がベンチスタートとなっていますので、池内明彦主審の長い笛とともに前半がスタートしました。左にエンドを取るのがホームの徳島、あそこで、プレスに行くのか待つのかというところで全体の、重心の変え方というのが変わってきますよね。はい、こちらのクロスボールヘディングシュート、姉妹が飛び込んでいきまし た, でしたね、のヘディングシュート、この早いタイミングでラインが下がりきる前に間にうまく流し込みましたよね。はい、岸本がここも体を入れました。ホイッスルありません。シュートを打っていく。岸本からボールを奪ってシュートを打っていきました。スピードに入る部分ですよね。ショートコーナー低いボールだ。小西のミドルヒットせずシュート、こぼれ球をもう一本シュートしていったのが柿田。白のユニフォーム岡山が左エンド、右エンドが青の徳島です。後半45分始まっています。ファーサイドへ、柿田するポイントですよね。そういうところだと思いますけどね。大変化をつけてきた西谷です。仕掛けていく西谷のシュート、キーパー正面、小西から西谷へ。さあ西谷、小西、西谷つながっていく中へ、田向シュート、こぼれたところ、いやボール拾っています。ここのね崩し素晴らしかったですね。小西と西谷がね、絡んできました。そうですね、最後田向井ですね。後半に入ってから攻撃的な選手を次々と投入している両チーム。関戸のクロス、ヘディングシュート正面、クロスを受けたイオンジェ、岩尾です。さあ杉森へシュート打っていく、いや杉森のシュート、素晴らしいシュートでしたね。ファーストタッチ少し浮きましたけど、1回で前に向きましたしね、素晴らしいシュートですよね。決まればスーパーシュートでしたけどね。ファーストタッチ浮きましたけどね、それに合わせてしっかりとゴールマーク、速いボール上福本パンチング、試合終了です。両チームともに得点は生まれませんでした。